通り株式会社通りブースをご紹介させていただきます。今回のテーマは、極める空間、装いが醸し出す豊かな情感をテーマにしてございます。ご覧の、組格子ですね、そういったものを使いながら、日本らしさを外観に取り入れてございます。通りは1919年の、創業でございます。今年で99年、来年は100周年を迎えます。その中で、ものづくりでだけではなくて、空間いかにしつらえるかというのが今回の大きな特徴でございます。それでは3つのエリアに分けまして、それぞれの特徴をご紹介させていただきます。まず1つ目のエリア、こちらがホテルエリアでございます。テーマは非日常の贅沢とくつろぎ、内装材を使いまして、ホテルのくつろぎを表現した空間でございます。ジャパンデザインがベースとなってございますので、例えばこの床材ですね、日本文化を活用した金継ぎという技法を活用したタイルカーペットでございます。ロール用に見えますけども、これが実際タイルカーペットでございます。50センチ角ですね。それを継ぎ合わせた商品になります。それから壁面ですが、床材を使って少しこう反射の光を利用した空間になってあります。非常に柔らかい空間で、くつろげる非日常の贅沢さということを表現いたしました。続きまして、こちらがオフィスエリアになります。こちらは集中力を高め、コミュニケーションを活性化すると、これからのトレンドオフィスということで提案をしております。曲線に合わせてグリーンのタイルカーペットがですね、内と中を結ぶような外的な自然さを執務室に取り入れまして、そこで集中力を高めたり、より会話が弾むというようなことで、空間をトレンドとして取り入れております。こちらは塩ビ床材とタイルカーペットを組み合わせたエリアになります。例えば小さな打ち合わせだとか、あるいは、車椅子の方と、それから健常者の方が一緒に打ち合わせとかする場合にですね、やはりその用途に合った床材というものを一つの面で組み合わせることができる。例えばこれであれば厚みが揃っていると、タイルカーペット踏んだ時にちょうど平らになるというのが今回のこの特徴でございます。これは一昨年のグッドデザイン賞を受賞してございます。はい、こちらはソリューションエリアということで、いろいろなさまざまな施設を想定してございます。例えば医療福祉、それから養護施設、さまざまな空間にさまざまな床をご提供できるというところのご紹介でございます。例えば今年6月に発売しました、単層シート、非常に柔らかくて、施工しやすい、それから上から下まで、柄が通ってますので、削れても柄が消えないというのが特徴でございます。ほとんど国内では輸入品が主な種類でございますが、初めて通りが単層シートを国内で発売したということで、今回ご紹介をしております。ここのエリアのポイントは緊張を和らげ、心を落ち着かせるということで、医療福祉さまざまな施設でやはり緊張感のあるような空間が多くございます。今回こういうあるのある空間ですね、その中で、気持ちが楽になったり、非常に和らげるようなデザインだと色だとか、いうな構成でこちらはご紹介しております。こちらは今年発売になりましたウェーブはばきという商品でございます。従来のはばきはまっすぐなものでしたけども、そこにこういう装飾を入れることで、例えば養護施設だとか、そういったところに楽しいインテリアというのをご提供できる構成になっております。通りは1972年に国内初のクッションフロア、俗に CFC と発売いたしました。当時はこういったヨーロッパのデザインをですね、真似るようなものが多かったんですが、その当時のデザインを復活させまして、リプロダクション、改めてそのデザインを現代風にアレンジしたものを今回ご紹介しております。今、若い方は非常にこうクラシックなものを新しく使いこなす、そういった傾向がございます。そういう意味ではこういうリプロダクションがまた新たなトレンドになっていくというふうに考えております。こちらは今回のテーマであります、ジャパンデザインを象徴する商品でございます。こちらは桜の花びらで、プリントした商品でございます。
一見、一枚ものに見えますが、これはすべてこのタイルカーペット50センチ角で、繰り返されたものでございます。で、花びらが少ないものと多いもの、この2つの種類で、並べることで、こういった一つのデザインが構成されています。それからこちらですね、こちらは後染めになります。こちらは日本の帯のカラーを反映した商品でございます。こちらは10月発売のパワーセンという壁紙でございます。最近アクセントウォールという形で一つの面をデザインするという傾向が多くなっておりますけれども、今回はパターンを大きくしてまたカラフルなデザインを数多く揃えております。できるだけまあ自然なものを取り入れるというのが今回の全体のブースの中でやはり自然と融合していくと、空間が四角ではなくてやはりこういう円の中で安らいでいけるような空間作りというのが今回の大きなテーマの中で、壁面につきましてもこういったデザインが今年の提案でございます。通りは1919年の創業以来、ものづくりにこだわり、また空間づくりにこだわってきました。これからも豊かな空間づくりに貢献できる、そういう企業として皆様に事業を提供してまいりたいというふうに思います。本日はありがとうございました。